目指してるのは静止画として美しいもので、フィルムを当てた瞬間に最初の静止画のイメージから限りなく遠いものを探しています。フィルムを当てることで出現する動きのアート。ブレイクビュー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト倉島貴博、広告代理店のアートディレクターとして活動した後、アーティストの道へ。そんな彼が追求するものとは。最初に見えてる形と当てた時の形のギャップが一番大きい絵っていうのを探し続けてる感じです。自分の想像の範囲を超えるものを探す。で、本当頭で思い浮かんだだけのものっていうのはつまんなくて、やってみて形にして選んでいくっていうプロセス。一見普通の絵として見えるものが、特殊なフィルムを当てることで驚くような形や動きを生み出す。そんな錯視技法を用いて表現したいのは境界。見える見えないの境界を可視化する作品作りを続けています。国境だったりとか波打ち際だったりとか、その何かと何かの境目ってすごいドラマチック で、そこに面白みを感じてて、そういう表現をしたいなと思って、止まってるものが動き出す瞬間っていうのが生きてるっていうことだったりとか、自分の目で見えてるものが全てじゃないっていう風な作品作りをしてます。止まっているものが動き出す瞬間に、驚きだけではなく美しさを感じてほしい。そんな一つ一つの作品に込めるのは、彼にしかできない表現。コンピューターで作ってると AI でできちゃうんじゃないかなとか、そうふうに思われがちなんですけど、スピードだったりとかタイミングだったりとかっていうのは自分自身でコントロールしてる、コンピューターのこうアルゴリズムではできないようなものづくりをやってます。作品だけではなく、見る人の心をも動かしたい、そんな倉島貴博の願いとは。ちっちゃな子からお年寄りまで誰でもが見て楽しめるような、それに触れることでその人たちが発見し楽しんでもらえるような作品作りが、やっぱり究極の自分の願い。みんなが楽しんでもらえるっていうのが一番目指していることです。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家黒坂優のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。